今回の弁論用紙というのを事前に作って裁判所に出さなきゃいけないものですから、私はどういうことを話すかという弁論用紙を最高裁向けにまとめてたわけです。そしたら判断枠組みというのを、これはもちろん知ってますし、判断枠組みが3段階、衆議院では3段階なんですね。参議院はどういうわけだか2段階っていうことに26年判決はなってますけども、3段階の判断枠組みがあると。で、第1段階で、違憲かどうかを判断します。それで違憲でないということになったら、もう第2段階、第3段階は行かないわけです。それで終わり、合憲っていうことであれば。ところが第1段階で、違憲だと言われた場合に、次に第2段階に入る。で、第2段階で何やるかっていうと、投票日までに国会の是正するための国会の立法裁量を認めると。投票日までに立法裁量の期間がもうアウトということになると、そこで第2段階は違憲という判断が出ました。で、第3段階で違憲と終わったら、それで終わりかというと、この次に違憲無効判決を書いてた方がいいかという判断を第3段階ですると。この3段階論法になっているということも、私はそれは知ってたんですよ。それ知ってた。そういう3段階をやるという、どういうまだるこうすることをやるなと思ってた。だから、そういうことをやることは知ってた。だけど、その意味がですね、2ヶ月前に気がついたのは、第1段階で違憲と判断したら、その後違憲かどうかっていうことは1回ももう判断しないんですよ。2回で、じゃあ2回目は単に投票日までに国会の立法裁量権が許可したかどうかっていう期間だけを判断してるわけですよ。で、第3段階は本当に違憲無効判決を出していいかどうかだけ判断してる。だから違憲という判断は第1段階でしたら、もうそれで最後なんですよ。ということは、違憲状態判決っていうのはいかに重要か、確定的なんですよ。最高裁もひっくり返せないんですよ。最高裁が大法廷がひっくり返さないっていうことは、誰ももうチャレンジできない。国会議員も誰も。それほど違憲状態判決っていうのは迫力あるんですよ。だから迫力を僕は気がつかなかった。では違憲状態判決、違憲状態判決と言ってるけども、違憲状態判決でいうところの違憲状態の選挙で受かった違憲状態国会議員、違憲状態国会議員って実は違憲国会議員なんですよ。だからさっき言ったように違憲国会議員なんです。だ、その違憲国会議員が立法したり総理大臣になるっていうのはおかしいじゃないですか。総理大臣が違憲国会議員なんですよ。その人が行政権をたった一人で行使してるわけですよ。違憲国会議員が国会で法律を作ってるわけですよ。我々は人口比例選挙をやれと。1人1票は等価値かつ同一の価値なんだと。だから14条、憲法14条という法の下の平等というのを持ってきて、それにはさじ加減ってあるわけですね。この程度ならまあいいだろうと、ここまでいったら問題だと。そのさじ加減っていうのは、裁判官が勝手にほとんど決まったルールもないまんまに判断して、まあまあよかろうみたいな話になっちゃうんで、そんな曖昧なこと言ってません。1人の1票は国民全員同価値なんですよ。
だからこそ人口比例選挙でなければなりません、だから違憲なんですということを言っているんですけども、そこは投票価値の平等の観点からと書いてあるんで、平等という曖昧模糊としたものを言われては困りますということを付け加えて言いました。前もって出したやつには書いてないんですけど、でそしたら裁判長が、関心を持ちになって、僕の知る限り小法廷でも大法廷でも、裁判長から御下問があるというのはもうまず ないんですけれども、御下問がありまして、で久保利代理人、あなたはこれじゃないんだと、投票価値の平等の観点じゃないんだというふうに言ってるけども、どういう意味ですかというので、いやいやだから人口比例選挙で一人一票は同一価値でなければなりません、でそれを無視しているから、いわゆる法の元の平等の14条に基づく話ではないんですよと、まあ、これまで5回も違憲状態判決だったものですから、また今回6回目の違憲状態なんて判決しか出せなかったら、これはもう本当に政治部門から見下されるだけじゃなくて、戦前の裁判所のようなもう二流官庁と言ってきましたが、二流官庁のような裁判所になり下がってしまう、で国民の信頼を失う、一気に失うことになるんではないか、まあ、政治部門に対しての過度の忖度などする必要ないんだと、まあ、そんなことを言ってきました。松永先生が違憲状態の国会議員が憲法を改正するなんて、そんなことを憲法は想定してない、まあ、許されないことだ、とても強く強調してくださいました。おかしいですよね、違憲状態の国会議員が自衛隊の違憲の疑いをなくすために憲法改正発議するって言うんですよ。ブラックジョークみたいなもんですよね。自分たちが違憲の状態なのに自衛隊違憲への疑いをなくすため、自衛隊が違憲だなんて最高裁一言も言ってません。今までそんな判決は一つもないんですよ、最高裁の判決ではね、地裁の判決が1個あるだけであって、最高裁は自衛隊が違憲状態なんてことは一言も言ってません。でも今の国会議員の皆さんたちを選んだ選挙が違憲状態だと5回も言ってるんですよ。どっちが重大な問題なんですということですよ。